場は初日とは大きく変わりまして、朝から風の強いコンディションが続きました。予選2日目のスカパー JLC 杯野田ルーキーシリーズ第1戦、試合の後半戦の後半戦は2周レースとなりまして、最終レースのスタートの状況がだいぶ強い状態です。最終の12レースの安定版装着の2周レース、12レースの記者選抜戦となります。対戦メンバー1号艇福岡中谷隼人、2号艇愛知黒野元樹、3号艇静岡若林義人、4号艇埼玉尾上雅也、5号艇三重畑田月、6号艇福岡新海渉、以上の6名です。内枠の A1 2人ですが、ここまではともに未勝利という展開、そろそろリズムアップといきたいところ。さあ、人気の上ではこの2人、一騎打ちムード。1コースに1番の中谷、そして2コースに2番の黒野、前半スタートは0台いきました。3番若林が3コース、ダッシュ勢はここまで序盤は連帯キープの3人、4コースから4番尾上、5コースに5番の畑、6コース6番の新海で決まります。スタートまで10秒を切りました。新入隊形は4コースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。1番中谷降臨、2番黒野降臨、4番金田降臨。